ヨーロッパのシンボル。ヨーロッパのシンボルは、ヨーロッパ全体、または、欧州連合を地域における統合体として、象徴するものや概念。過去に、いくつものヨーロッパのシンボルが考案されているが、中でもよく知られているのは、1950年代から1960年代に、欧州評議会が採択したものである。欧州評議会が採択したシンボルは、ヨーロッパを全体として、 表そうとすることが狙いとなっていたが、欧州連合も同じものをヨーロッパのシンボルを採択したことにより、それらのシンボルは欧州連合のみを表すものとして認識されるようになった。また反ヨーロッパアイデンティティの動きから欧州連合は自身におけ統合にあたって独自のシンボルを作成してきた。カール大帝は今日ではフランスと ドイツ両国の君主制の創立者としてだけでなく、ヨーロッパの創立者ともみなされている。彼の帝国は、ローマ帝国以来初めて西ヨーロッパの大部分を統一させ、カロリング町ルネサンスは、一般的なヨーロッパの同一性の構成に貢献した。神聖ローマ皇帝及びナポレオン・モナパルト両者の王冠は、クラン・オブ・シャルル・マーニュと名付けられた。 ブルッセルに位置する欧州評議会の別れに習い、名付けられ、カール大帝の名は、近代ヨーロッパの統合の暗示となっている。1949年以来、アーヘン氏は、毎年カール大帝賞を、政治、経済、そして文学における尽力により、西洋統合の理念を促進した功績に値する、人物に与えている。アルチーデデガスペリ、ジャン・モネなどが、欧州統合に、 最も貢献した人物として受賞しおり、2002年にはユーロが受賞の対象となった。ギリシア神話において、エウロペへ以下、エウロペと表記は、フェニキアの王族の娘である。神話では、ゼウスはエウロペに魅了され、エウロペの気持ちを自らに向かせようとした。そこで姿を白い牛に変えて、エウロペの父親が飼っていた牛の群れに紛れ込んだ。 次女たちと共に花を摘みに出ていた時に、エウロペはゼウスが化けた牛を見つけてその背に登った。ゼウスはこれを後期と見るやエウロペを背に乗せて、海に向かって走り、クレタ島まで泳いでいった。ゼウスはそこで真の姿に戻り、エウロペはクレタ島の最初の女王となった。ゼウスはエウロペに、ヘイパイストスが作った首飾り、そしてタロス、猟犬ライラプス、亡くなることのない投げ槍を送った。 その後ゼウスは星空に白い牛を形作り、それが、お牛座となったとされている。ヨーロッパ大陸がエウロペにちなんで、名前が付けられたことから、エウロペが誘拐される物語は、ヨーロッパという名前の起源神話となっている。8世紀になると、エウロペの名前は教会において、カール大帝のカロリング帝国を指す言葉として、用いられた。このことは近現代における、 地理上の用語としてのヨーロッパの始まりとなっている。一方で、地理学上の用語としてのヨーロッパの名前はストラボン、などの古代ギリシアの地理学者によって使われている。ヨーロッパという地理学の用語はギリシア語のエウロペに由来し、ラテン語の他に、ロマンス諸語、ケルト語派、ゲルマン語派、スラブ語派、バルト語派のすべてと一部のフィンウーゴル語派に広まっていった。 牛の背に乗るエウロペは、グレコローマン期以降のヨーロッパ芸術において、モチーフとして、頻繁に用いられる。現代において、エウロペと牛の姿は、ギリシャのニユーロ効果に刻まれていた、欧州連合の機関が入るビルの前に像が作られて、いたりしている。また、エウロペの名前は、欧州評議会を記念する切手にも印刷され、1956年には、その最初の切手が発行された。 さらに、欧州議会のポールイコール、アンリス・パークビルのドームには、エウロペの誘拐やその他のギリシア神話を描いた、アリージサスの巨大なモザイク画がある。エウロペはまた、ヨーロッパを基人化した際にも用いられている。1997年、カトリック教会は14世紀のポーランド国王、ヤドビガを、聖、ヘドビグとして劣勢し、ヨーロッパ統合の守護聖人とした。 彼女の死の時より、ポーランドでは、ヤドビガ川、バベル大聖堂にて埋葬された聖人として、敬われていた。彼女は、経験、普遍性、及び忠実のモデルであると考えられている。多数の物語と伝説は、彼女の神への慈愛と献身について語られている。欧州旗は青地に十二個の金色、黄色の星の輪を描いたものである。一般に欧州端は、 欧州連合旗として採択された九百八十年代は欧州共同体のものと考えられているが、そもそも最初に欧州旗を採択したのは欧州評議会であり、九百五十五年に作られたものである。欧州連合と欧州評議会は異なる組織である。欧州連合は二十七カ国が加盟するが、欧州評議会はその二十七カ国を含めベラルーシ、 カザフスタン、バチカンを除くすべてのヨーロッパの国47カ国と5つ、オブザーバ国で構成される。欧州評議会で採択された際、欧州旗は欧州評議会だけではなく、ヨーロッパ全体を表現するものとされた。欧州連合と欧州評議会が共に欧州統合を体現するものとなってからは、この両者が同じ旗を使うようになっている。欧州の歌は、 ルートビヒバン・ベートーベンの公共曲第9番第4、楽章、歓喜の歌への助曲を土台にして作られている。ヨーロッパでは多くの言語が使われているため、欧州の歌は楽器による演奏だけで、原曲のドイツ語の詩は、欧州の歌の正式な歌詞とはされていない。欧州の歌は1972年1月19日に、指揮者、ヘルベルト・フォンカライアンによって編曲されたものが、 欧州評議会によって発表された。欧州の歌は1972年5月5日のヨーロッパデーに大々的に告知された。1985年には欧州共同体の首脳によって欧州共同体の歌としても採択された。ただしこれは既存の加盟国の国家に変えるものではなく、共同体の価値の共有を称えるということが目的とされていい。 その後欧州の歌は欧州評議会と欧州連合の両方の公式の場において演奏されている。歓喜の歌の他にも反ヨーロッパ主義のものとされるクラシックの楽曲が挙げられている。エブ、欧州放送連合は連合の曲としてマルカントアーノ・シャルパンティエの手で生む序曲を用しており、ユーロビジョンソングコンテストの前後に演奏されている。UEFA チャンピオンズリーグでは1992年から 試合開始前にアンセムを演奏している。このアンセムは、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルが作曲した、ジョージ2世の体感式アンセムの、司祭、ザクを編曲したものである。ヨーロッパを称えるヨーロッパデイは、欧州評議会と欧州連合とで5月5日と5月9日とで、異なっている。1950年5月9日、フランスと西ドイツの石炭。 鉄鋼産業の共同管理を謳ったシューマン宣言が発表された。このシューマン宣言の発表はその後の欧州連合の設立の瞬間とされ、1985年にミラノで開かれた欧州理事会において5月9日をフラッグデーとして採択した。欧州評議会は1949年5月5日に設立されたことから5月5日を欧州評議会のヨーロッパデーに選んだ。 欧州評議会がヨーロッパデーを定めたのは1964年のことだったが一部のヨーロッパ人の間では5月9日の法をヨーロッパデーであるとしている。これは欧州評議会が人権、議会制民主主義、法の支配を擁護する役割を持っているのに対してシューマン宣言は単にフランスとドイツの石炭、鉄鋼の共同管理を提唱したものに過ぎないという。 考え方によるものである。また旧ソビエト連邦諸国では5月9日を第二次世界大戦が終結した戦勝年碑としている。欧州評議会で採択されたシンボルはヨーロッパデーで,で若干の違いはあるが欧州連合においても用いられている。しかしながら以下に挙げるものは欧州連合が独自に決定、使用しているもので、州評議会では用いられていないものである。 多様性における統一、火薬は非公式なものではあるが2000年に欧州連合の標語として採択され、23すべての欧州連合の公用語とラテン語に翻訳されている。多様性における統一はウェブサイト www.devise-europe.org 閉鎖において募集され、学生が応募した中から選ばれたものであり。 当時の欧州議会議長ニコル・フォンテーヌが承認したのである。多様性における統一は発行が断念された欧州憲法条約において謳われていたが、その後も欧州連合の公式ウェブサイトにおいて記載されている。ユーロは欧州評議会が採択したものではなく、欧州連合が導入したシンボルであり、2002年に従来の12カ国の通貨と置き換えられたものである。ユーロは ほとんどの欧州連合加盟国で使用されており、ユーロとユーロ記号は、欧州連合の市民にとって、欧州統合の最も目に触れる機会が多いシンボルの一つとなっている。1990年代以降、欧州連合理事会議長国はその任期である6ヶ月の間、独自のロゴを作成、使用している。発行が断念された欧州憲法条約では旗、標語、歌、 ユーロが欧州連合の正式なシンボルとして法文化されることになっていた。その代替策であるリスボン条約ではシンボルについて触れられておず、ただユーロのみが連合における正式な通貨として言及されている。しかしながらリスボン条約でシンボルについての規定が削除されたにもかかわらず、欧州連合のシンボルは従来と変わらず用いられている。 イギリスのような一部の国では国旗を法的な形で採択していないが、事実上の国旗として使っているところもある。シンボルについては、リスボン条約の本文中で言及されていないが、16の加盟国による旗などのシンボルに関する宣言書では、リスボン条約の最終規定で旗、歌、競合、通貨、ヨーロッパデーについて、 欧州連合における市民共同体の意義と欧州連合に対するこれらの国の標準を表現するものであり続けると謳っている。欧州議会はリスボン条約からシンボルについての規定が削除されたことに反対しているが議会はシンボルの使用を率先するべきだという欧州議会議員要来年の提言を受けて欧州バタなどのシンボルを議会においてより多くの 機会で使うという提案を指示している。2008年9月に欧州議会の憲法問題委員会はシンボルをより適切に使用するための議員規定の改定を提案した。その内容は本会議場に限らず全ての会議室や公式の場において欧州旗を形容する選挙直後の議会招集及び本会議の開会時に欧州の歌を演奏する全ての議会文書に標語を印字する。 議会でヨーロッパデーを正式に認証するというものである。2008年10月8日にこの案件は賛成503、反対96、棄権15で可決された。欧州評議会、または欧州連合と同じシンボルを採択していない、あるいはそのシンボルから派生したものを使用する反ヨーロッパ機関が他にもある。欧州諸も同体の最初の共同体である。 欧州石炭鉄鋼共同体の旗は欧州旗とほぼ同時期に作成され、星や色が同じものが使われたが全く異なるデザインとなった。ヨーロッパの防衛組織である西欧同盟の旗は欧州旗に由来するものであるが、独自の変更が加えられている。ライン川高校中央委員会は欧州評議会や欧州連合などよりも以前から、 存在するが、デザインは異なるものの同意委員会の旗も、青色や星玉木が使われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。